銀河の歴史がまた1ページ。はい。皆さん、こんにちは。バンダリグルビージです。では、今回は、バンダイ版銀河英雄伝説、同盟軍編、続きをプレイしていきたいと思います。今回のステージは、ステージ12、ライガール、トリプラ、両聖域海戦ということで、ラインハルトの、ラグナロック作戦に対抗していくステージになると思います。早速、シナリオの導入部分、見ていきたいと思います。宇宙暦799年、帝国暦490年、2月13日。ヤン・ウェンリーは惑星ハイネセンに戻って2時間後に元帥に昇進させる旨の連絡を受けた。これによってヤンは32歳で、同盟軍史上最年少の元帥となったのである。まあ、元帥はね、最上級の、位になってますからね。
こちらはラインハルトが同盟領を奥深く侵攻するための前線基地、それを建設する予定地となっているガンダルバですね。こちらはヤンです。敵が動いた。フィッシャー中将。フィッシャーは中将まで昇進してますね。では、作戦です。ライガール、トリプラ、両聖域の中間地点に帝国軍艦隊を確認ということです。続いて、勝利条件確認します。帝国の艦隊の撃破、戦果ポイント2万5000の獲得です。制限時間は30分。こっからは複数の艦隊を動かさなきゃいけないと思うので、なかなかに、骨が折れそうですね。まあ、朗報としてはですね、メルカッツが戻ってきてくれているので、まあ、一つの艦隊はメルカッツに任せられるかな、というふうには思っています。では、編成をしておきましょう。では、編成を行いました。まず、ヤンのところには、まあ、いつも通りにはなってしまいますが、ラップを入れて、ミサイル艦を多めに配備してあります。さらに、キャゼルヌも入れて、ミサイルを通常3回まで、という制限を4回、5回と打てるように特技でフォローしてもらいたいと思います。アッテンボーロの艦隊はですね、戦艦と巡航艦で編成。まあ、主にアッテンボーロの主砲3連星車。あとはグエンのですね、攻撃力プラス2。これを活かしていきたいと思います。メルカッツのところは近接での戦闘が行えるように、空母、駆逐艦。これを中心に編成を行いました。では、これで出撃していきましょう。もうちょっとね、艦隊の編成柔軟にできるように、艦艇に余裕があると良かったんですけども、まあ、少し中途半端な編成になってしまっている部分があるので、戦闘ステージの中では、まあ、それぞれの艦隊3つですね、動かすときに注意を払っていきたいと思います。さあ、では、まず敵の艦隊を発見するというところからですかね。下がりながら戦っていきます。基本的には下がりながらです。敵の艦隊をまずは発見するところからになりますからね。さあ、敵の艦隊発見しています。アッテンボロの艦隊が敵と相対することになりそうなので、ちょっとうまくですね、ここを横からメルカッツの部隊が強襲できるように位置取りをね、考えていきたいと思います。さあ、お互いに敵の艦隊発見してますね。まずは無名の提督、あとはシュタインメッツの艦隊ですかね。これを発見してます。
下がりながら戦っていきましょう。まずはメルカツですね。横から今ミサイル撃ってもらってます。まあ、直撃できているとは思うんですけども、まあ、数がねやっぱりちょっと多くはないので、この辺りはねまずは1撃目ということで次の2撃目3撃目に備えたいと思います。では本命ラップのミサイル強化使ってミサイルをね打ち込んでいきましょう。シュタインメッツの本体、ここにミサイルを当てていきたいと思います。横から当たるので強力な一撃になるんじゃないかなというところですね。では敵の無名の提督撃破しておきたいのでここでメルカッツからスパルタニアを出していきましょう。これでまずは3つある敵の艦隊のうち1つこれを撃破したと思います。残りで、2つ艦隊シュタインメッツの本体の他にもう1つ敵の無名の提督の艦隊いますのでこれも相手取っていくというところでしょうか。連々艦夫が現れましたね。連々艦夫も撃破しなければいけない相手になりますかね。まだミサイル温存はしてあるので、まあ、うまくこの2つの艦隊で相手取っていきましょう。こちらはヒューベリオンの環境でしょうか。連々艦夫対象の機関を発見しています。今戦場には連々艦夫とシュタインメッツがいますからね。では連々艦夫をここで葬り去りましょう。連々艦夫ギギアです。そしたらシュタインメッツがいた中域へと戻っていきましょうか。艦列を整えつつ戻ります。さあ敵が後ろを見せた。ここで撃ちましょう。うまくミサイルが当たってくれればさらにここをアッテンボローを主砲三連戦車使って一気に正面からにはなりますがシュタインメッツの艦隊削っていきます。ではシュタインメッツの艦隊敗走していきますのでこれを追っていくところで戦果ポイント、2万5000到達しました。シュタインメッツ連々艦夫残り2人の無名の提督の艦隊合計4個艦隊の撃破に成功しています。
ではクリアランク確認していきましょう。クリアランクは B ですね。まあ、被害を抑えられたかなとは思ったんですけども、まあ、それぞれの艦隊でそれなりに被害が出たので、まあ、その被害の積み重ねというところでしょうか。あとは時間も少しかかってしまっているかなというところですかね。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。